まあ、今回もコロナ禍での準備など大変だったかと思いますが、初日を迎えてご心境などを聞かせていただければと思います。いや、そうですね、本当にここにこうやってまあ、6作目にして、真ん中に立たせてもらって、やっぱりこの座組で初主演を踏めるというのが本当に喜びでもあります、幸せだと感じてます。そうですね、まあ、こういった状況の中で、まあ、やっぱり一番大きな劇場ですけれども、まあ、やっぱ半分にお客さんがなってしまうのはやっぱり残念な部分ではあるんですけれども、まあ、でも僕たちがやることは変わらないので、全力でお客様にお届けしようと思っておりますので、最後まで応援していただければと思っております。座長経験者だからこそ、まあ、今回橋本さんにアドバイスできることなどあるかと思いますが、まあ、やっぱり松ツアーが続きますので、スケジュール的にやはりタイトな、公演ではありますので、とにかく休んで疲れを取って、毎日、舞ちゃんとの恋を新鮮にそこは楽しんでいただいて、一生懸命僕らもね、ここを第6作まで育ててきた、コンテンツですので、初主演をせっかくなんで楽しみながら、はい、暴れていただけたらなと思いますので、はい、全力でサポートしますので頑張ってください。ありがとうございます。応援します。なんかそれぞれのルートで本当に違う、まあ、それこそ今回前回もそうですけど、演出、脚本も変わって今までとまた違う雰囲気だと思うんです。僕らが分からない多分善さんの苦しみだったり、海の苦しみだったり、それこそ舞ちゃんのね、今回初ヒロイン舞ってバトンタッチになったんで大変だと思うんですけど、きっと素敵な声が生まれると思うんで頑張ってください。楽しんで演じていただければ僕らはサポートするだけなので、あとせっかく、ね、ラブシーンできるから楽しんじゃえばいいんじゃないかなと。いいなと思ってなかったですか。なかったかな。サスケはサスケらしく楽しんで、なんかこの座組の一つのなんかユニークな面白ポイントを作って、この作品を盛り上げられたら、それが善ちゃんの支えになるんじゃないかなと思って、本番は頑張りたいなと思います。はい、どういう作品でしょう。はい、そうですね、恋愛シミュレーションゲームなんで当たり前といえば当たり前なんですけど、今まで以上にマイクと座長の恋愛の要素が多くて、そうするとやっぱり会話が多くなって、なんかイケメン戦国座ステージの熱量みたいなのを届けるのが結構難しいなと思って、みんなででも稽古場で伊勢さんとも相談しながら、新鮮、エネルギーを届けられるように試行錯誤して今までやってきたので、こういう状況だからこそ、その今まで以上のエネルギーをお客様に、配信で見てる方にも届けられたらなと思って、稽古してきました。はい、演じるにあたってのポイントなど、気にされたポイントとかあったら教えていただければ。はい、舞はもともと持ってる性格がまっすぐで芯のある女性なので、そういった部分は大切にしながら、この戦国ライフでしかも意地悪な明智光秀さんに振り回されて、どのように舞が成長していくか、そしてどのように光秀さんの心を開いていくかっていうところを丁寧に大切に演じていきたいと思います。橋本さん、いかがですか。はい頑張ります。ざっくり、こういった状況の中でここに立たせてもらって、ご来場いただける方も、そして配信の方も、みんながキャスト、スタッフ全員が楽しめる素敵な作品になりますよう、全力を注ぎますので、どうぞ最後まで応援のほどよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。